恋人が2人でおって男だけが襲われる事件？なんじゃそりゃ、男に恨みでもあるんかの？なるほどの。しかし、なんでうちとあんたが指名されたんじゃ？おお、まるであんたさんのようじゃの。遅れてすまんの。ちーと着替えに手間取っちゃったわ。お、ま、た、せこの前宣伝した服屋が春の新作じゃ言うて持ってきたんじゃけ。なんでもこの服は売り物やのうて、デルモだかモデルだかいう世間に認められた別品しか着られん服なんじゃと。今回の任務、あんたと二人でこの前以上に目立たにゃいけんのじゃろ。じゃけん、一番目立つ服を頼む言うたら、これ着てき言うて、うちに合わせてあつらえ直してくれたんじゃ。どうじゃ、似合うとるじゃろ。ほんまかいの。そりゃ褒めすぎとりゃせんか。お、そんなん真顔でいいんさんのよ。恥ずかしゅうなんのじゃけど。そりゃ小顔に可愛らしいもん、うちみたいなんが袖通してええんじゃろか思うちょった。ほいでもよ、服は着る人がおらんと意味ない言われて、うちも思ったんじゃ。そりゃ刀も同じじゃって。じゃけん親近感ちゅうんかの、この服のためにも服が似合ううちにならにゃいけん思ってめかし込んでみたけん。けど不思議なもんじゃ、めかし込むと気持ちがついてくるいうんか、心も明るくなってくる。これまで刀ばっかり振り回しちょったけえの、おしゃれ一つでここまで気分が変わるもんじゃって気づかんかった。なんじゃうち恋愛小説に出てくる乙女みたいなことを言うとるの。ほうじゃ、それもこれも東京に来てから知ったことじゃけ、うちにとってあんたと出ようたんはぶち幸運やったのかもしれんの。ねえママ、あそこ見て、外国の人がいる。外国の人やのうて大見原じゃ。よろしゅう頼む。あ、日本語喋った。なんね、まだ外国人じゃと思うとるんかい。いいか坊主、広島城のようになりんさい。日本の誇りじゃけ。わらべはええの、手振るだけで喜んでくれよる。まるで占領役者にでもなった気分じゃ。って、なんであんたがニヤニヤしとるん。うち、浮かれすぎとるよう見える。当たり前じゃ。そういうあんたこそ忘れとるんちゃうんけ。あんま離れとったら仲よう見えんじゃろう。少なくとも任務中は交際関係にある男女に見えにゃならんのじゃけ、うちに腕ぐらい回したらどうじゃ。うんうん、これこれ、この前読んだ小説のようじゃ。これでどこからどう見ても交際中の男女に見えるじゃろ。ほいで、あんことクリームといちごを薄い生地で包んだ何かも買うてきとるけんの。
ほれ、これ後で一緒に食べん。ほいで、日も暮れよったが狙われとるような気配を感じんのじゃが、果たしてこのままでええんかの。うちらはおとりじゃけ、もっと恋人のようなことをせにゃならん。ほうじゃ、この前読んだ小説で恋人つなぎいう手のつなぎ方があってのう、やってみんか。けったいな言い方じゃが、ただ手をつなぐだけじゃけ、なんもせんよりマシじゃろうて。こう指と指を絡めて、うん、あんたの手意外とぬくいんじゃの。のう、さっきより口数が減っとるような気がするんじゃが。おかしい、もっとなんかこう、あはは、うふふみたいになりゃせんのかいね、ダーリン。ほうじゃ、これじゃ、前に読んだ本に書いてあったんじゃ。こういう時、西洋の女子は恋人をダーリン言うて、接吻をおねだりするんじゃ。なんでじゃ、ちょっとほっぺにするくらいええじゃろう。うちらは交際関係ちゃうんか、ダーリン。今さら何言うちょるん。普段は好き放題みつるぎはべらせちょろうが。何言うとんのじゃ。わしはみんなを大切にしとるぐらい言うてみたらどうじゃ。ん、よう聞こえんが。ほいじゃ、うちのことは。じゃから、うちのことは。あんたは行さん三剣を抱えとるけえの、誰か一人を決めるいうんは難しいじゃろ。じゃけ、うちがあんたの色になる言うとるんじゃ。いけん、小がなことしとったせいか、知らんうちに思いの丈まで口にしてもうた。適当にごまかさんと。別に謝らんでも。はい。この気配は。殿にばかり攻撃を集中しとる。こいつまさか。主殿、うちの後ろに隠れ。させるか。なんじゃ、怒っちょるんけ。切り盗んだ時怨念が伝わってきよった。理由は分からんが、あんたに怒っちゃる。間違いない、犯人はこいつじゃ。おう、任せとけ。次でとどめじゃな。泣いとるんじゃ。こいつはきっとあんたのように女子に囲まれた男に対する嫉妬や執念の塊なんじゃないかと思う。さらばじゃ間がつき、もう悲しまんで済むようにしたるわ。
ほいじゃあの。主殿、ええかの。おう、うちの体に合わせてもらったしの、譲ってもらうことにしたんじゃ。そのせっかく綺麗な洋服をもろうたんじゃが、あんたと出かけたんは全部任務じゃったやろ。じゃけんそのうちは待っとるけんの。うちの目見て言うとったやんか、大切じゃそばにおれって。じゃけん言われた通りにするけの、今度はちゃんと二人で食事にでも誘ってくれんね。